はい、皆さんこんにちは、佐々木敦史でございます。11時ですね、25分になろうとしていますね。2月は22日の水曜日でございまして、日経平均は前場終わりかけですけどマイナス367、このあたりでうにゃうにゃですね。ドル円も 134.74 というところです。ドルウォンもですね、まあ朝から忙しいですね、今1304 はい、まあ今日始まりが1306ぐらいですからね。やっぱり昨日夜の分弱かったですね。はい、1312になりかけてましたもんね。はい、そのですね、ウォンの国でございまして、シンシアリーさんのブログ、こういうのございまして、韓国に進出した日本企業の数5年間で約半分に、2017年246社から2022年130社と。ノージャパン運動があったのが2019年なんですね。その前の2017年は246社だったと。ちょっと読みましょうか、本文。日韓の貿易規模や日本企業の韓国への投資進出が急減しているという内容の記事がありました。毎日経済というメディアの記事です。産業通商資源部の公式資料だけ見ても、日本企業の進出は2017年までは増加、246社に達しました。しかしそれから減少に転じ、2018年の例の判決、それからノージャパンなどの影響でまさに急減、2022年には130社が残っています。残っている、はい。毎日経済が経済研究員とともに分析、単純計算、で韓国側は約20兆ウォンを失ったと報じています。日本企業が向こうに行って、なんか向こうの経済にいいことがあったんでしょうね。それが20兆円、日本円で2兆円。日本との交易減少で、13兆5204億ウォン、6兆8106億ウォンの損失が発生しました。これは2019から21年ね。また製造業だけのデータになりますが、昔に比べて、中国に対しては、これちょっとややこしいのを読まないでおきましょう。はい、すいません、飛ばします。記事に載っているグラフを見てみると、企業数は2016年に、総232社、17年14社増えて246社、これがピーク、18年235社、ちょっと減ったわけですね。微減。19年は189社でだいぶ減りました。あのノージャパンの後年、2020年には133社、一時のですね約半分、ですね、近くまで減ったということですね。これしかしね、そもそもね、あれですね、その他のね、中国企業とかヨーロッパ系企業はそんなに減ってないと、日本だけがエクソダスやってるというふうに書いてありますね。産業分、これあのメディアの毎日経済の記事の中からです。産業関連分析を通じて対日輸出減少の国内経済波及効果を推定した結果、消えた生産誘発効果のみで13兆5204億ウォン。日本企業は向こう行って何かやってた方がいいと、あのノージャパンでいっぱい日本企業はいなくなったんで、その分ですね、13兆ウォンほど減ってるんちゃうかと、いう話でしょうね、これはね。大したことないやん、1兆3000億円と、大したことあるか。そんなことが書いてあります。ただ私は本にね、そもそも何しに行ってるんでしょうね、日本企業130社も。
何か美味しいことがあるから行くんでしょうけども、あるいはそのね在日系の企業はね、どう言いましょうかね、故郷に何か貢献みたいな感じで、行ってた。僕の代はそういうのはあったと思うんですけど、今新たに行くとなるとですね、何があんやろっていう感じですね。何しに行くのかなと。で、非常にね、ビジネス環境は日本と違ってですね、かなりやりにくいはずなんですよ。その日本だからということも多少はありますけどね、まあ日本人からは日本人には何してもいいみたいな風潮がありますからね、向こうはね。で、在日の方もね、実はものすごくですね、蔑まれるんですよ。だからもうかなりやりにくいはずなんですね。で、言葉のあれもあるでしょう、ハンディキャップも。在日の方がやっぱり喋れても、やっぱりネイティブの彼らのね、本国にいらっしゃる方とはやっぱり、ちょっとちゃうわけですよね。そのあたりもですね、なんというかこう無用に蔑む人たちですからね、無用にヒエラルキーに組み込もうとするわけですから、まあまあ面倒くさいわけであって、よほどね美味しい話があればですね、その言っていいと思うんですけど、申し上げると日本、そもそも日本ということでですね、なんか変な目で見られるっていうのと、あとはですね、約束守らないですね、連中は。国と国との約束さえ守らない人たちですからね。民間企業同士というのはですね、約束守らないし、本当でないことをですね、息を吐くようにおっしゃる一面もございますし、まあまあやりにくいというか、かなりビジネス関係困難で、しかも中国もそうですけど、低信用社会なんですよね。花から信用できないわけでして、必ず疑ってかからなあかんわけだって、結構しんどいやんと。で、昔はね、経済格差がありましたから、向こうは何かとも、いや、物が安かったりしたわけですよ。人件費も安かったんですよ。それは僕はもう若い頃ですけどね、もうそこまででしたけどね。で、今はね、ほとんど人件費もう変わらない、変わらない、向こうの方がいいぐらいの、例えばトヨタよりもですね、ヒュンダイの方がですね、良かったりするぐらいですね、ほぼ同じかなというか、場合によっては向こうの方が、部門部門によっては向こうの方が良かったりするわけですね。で、何か向こうに優れた技術があるかというとですね、それは特にないんですよ。日本になくて向こうにある技術って何やろっていうの、特にないんですね。私が知る限り特にないんですよ。だから向こう製品っていうものは私たちと周りほとんどないでしょう。昔いっぱいありましたけどね、家電とか安いのありましたけど、別にスマホでもですね、一時サムソンのスマホが席巻しましたけど、別に今はですね、他のメーカーでもいっぱいありますしね。だからそんなにそのこう日本がこう何かを求めるようなものがあるんかなと思って、不思議でしゃあない不思議でしゃあない、まあ、こっちから物を、ね、向こうに売るというのはできると思いますけどね。こっちの方がこっちのもので向こうにないものっていっぱいありますから、それを向こうに買ってもらうというのはありえますけどね。特に資源がある国でもないですしね、最大の輸出品はですね、下世話の話、人類最古のビジネスをなさる方々がですね、最大の輸出品なんて言われたりする国なんですよ。まあそれは多分おそうやと思いますけどね。なんで、その最大の輸出品もいっぱい日本にも今来てるようですけどね、昔ほどではないにしろね。まあなんで、なんでやろう、なんで133も残ってんやろう、不思議でしゃあないという話でして、基本わざわざ苦労しに行く必要ないやんということであって、何か売りたいんであればね、向こうの商社に買いに来てもらえやんと、うん、それで売ってあげるというふうにすればいいんではないんでしょうかね。よく現代ビジネスでお見かけするですね、在日3世の方もですね、やっぱりそういう感じでしょう。取り次ぎみたいな、トレーディングみたいな、あるいはディーリングみたいな、感じでしょう。まあ、それくらいしか進出する意味がないように思えるんですけど、まあでも何かあるんでしょうね、130社、何かあるから行ってらっしゃるんでしょう。うん、でもですね、もう旗から見ててそんなに美味しいかなと。もうお隣さんもね、中国もね、美味しいところほとんどなくなってると思うんですよね。なんで、まあまあ、それぞれだと思います。でも、減ったことによってですね、向こうの人たちは、あれ、あれ、あれと言って、ちょっとビビってるというのを伝えているのがですね、このシンシアリさんの記事ではないかなと。今、飛ばしで読ませていただきます。まあ、全部読みたいという方は行ってみてください。
今日出た記事ですね、韓国に進出した日本企業の数5年間で約半分にと、2017年の246社から2022年130社と、まあ半分近くに減ってるという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。